円盤屋プレゼンツアスカキオエクストリームサイエンスアスカゼミナール29、ここからは第2部総合編です。はい、来ましたね、はい、引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ第2部の最初の質問から参りましょう、はい、メキシコの西の海底で宇宙人が海底都市を作り始めたらしいのですが、基地なのではないのでしょうか。結構ハイテクで海底などを回遊してそうなのですが、人工的な UFO か古代からいた UFO なのでしょうか。なるほど、まあ、カリブ海まだ行かないのか。あ、まあまあ微妙なところだな。メキシコに近いな、うん、西の海底だそうですね、うん。まあ、西の海底ということはあれか、あ、考えてみたら太平洋側ってことか。西だから、いいのかな。東だったら、うん、カリブ海とかプエルトリコの方だもんね。なるほど。ただ西かどうか分かりませんけど、昔からね、いわゆる USO っていうのがあるんですよ。 UFO じゃなくて USO なんですか。違う違う、あのいわゆる海の中を高速で移動してる物体、あの Undefined Submarine かオブジェクト、要はあの水中進行、謎の進行物体、めちゃめちゃ速いんですよ、はい、ジグザグで移動するし、で潜水艦のようなあんなスピードじゃない、もっと速い、巨大だしということで USO と、これを文字って嘘という人もいるんでなるほど、うん、でもまあこういうものがあるということで、実際あのアメリカの、まあ、西海岸、うん、まあ、さっきもちょっとメキシコ西って言ったからね、まあ、カリフォルニア半島あるじゃないですか、うん、あれこれね、あのマルビーチっていう海岸線があって、あの沖合に一応これ話題になったんですよ。そうですか。だからその延長上だと思えば、うん、必ずしもありえない話ではないかもしれないね。あと、まあ、五大湖のエリー湖にもそういうな昔からあって出入りする飛行物体を目撃したりということで、うん、まあ、海底もしくは湖底に巨大な基地があるんじゃないかということで、いろいろと騒がれていましたよ。うん、うん、まあ、まあそれがね、いわゆる宇宙人 の基地なのかどうかはまた別の話ですよ、はい、ね、もっと言うと、まあまあ軍部、アメリカ海軍等々含めていろんなそういうのをあの作ってますからね、うん、だから当然ながら、まあ、僕は可能性が高いのはどっちかというとそっちの方です。